それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴことになってるぜ。こいつ。どうすればいいのか全くわからない。見つけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうする。強力戦のやり方って。なんだっけ。なんじゃ我、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖えよ。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたね、この子。そうか、変わりましたよ。なんていうか、以前はもっと単純で具体的でしたけど、それだけ藤原が成長してきているってことは、俺はなんだぞ、リーダーバトルのケースと藤原のアイドルの代表。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのもそのおかげですよ。うすうすは感じてましたからね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることだし、全てを予定通りにコントロールできる。高すぎるハードル。藤原のレールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車のありは結構だ。そんな車は世の中には存在しない。だったらコントロールできないアンダーより、コントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわぁ、2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる側面において藤原には不利な状況が発生。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったけど、この雨はクソもんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。リスクを犯してマージンを削り取っているというわけだ。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続けばいいだろう。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。嫌がった。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやるね。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためには
どうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの通過したってさ、40〜50メートルの差らしいぞ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。もう線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルはもつれぬさ。ドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぶらつかせてやがるぜ。わかる、全のボディ全体から伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターバックで仕掛けるチャンスは一回か。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。不安なことがありますが、エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですが、藤原が混乱した後にどういう判断をしているか心配です。カウンターアタックは外れですか。ふざけんなって言ってんだろうが。なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分がコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。やっべえ、あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙、視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスなら絶対離されない。水煙に遮られた視界を見ると東道塾の第2ラウンドでドライドアタックと同じ性質なので、目から入ってくる情報が不足していても頭の中に浮かべるイメージでそれで行われている。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアーで限界スピードを瞬時に見極め、目印のない領域にクレーンを落とす。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。つかった。何が何だか分かんねえ。すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くる、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。
ダメだ、マジはダメだ。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間うちの対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下機関に飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる暇ない。わかんねえな、行くしかない。来ましたよ、池谷先輩。俺、消えた。人がいなくなった。バカな、ありえねえ。タコタマ川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。2000が消えたら、ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。電子音を消し、闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっきと違って相手が見えないのはあっちも同じだ。